紀元前2650年頃、時は南北の統一を果たした古代エジプト第三王朝の時代。灼熱の太陽の下で若い二人の男女が恋に落ちた。一人は王朝の初代の王、ジョセル王の息子、そしてもう一人はそこに仕える神官であり、後に初めてピラミッドを設計したことで知られる賢人イムホテプの娘。身分の違いからジョセル王はこの若い二人が結ばれることを許さなかった。それを見かねた娘の父イムホテプはついに神官という立場を超えて万能なる神の使いトッシンに相談した。遠い未来に愛し合う彼らが再び生まれ変わって出会える方法はないのか。するとトッシンはこう答えた。ならば私が彼らをここから連れて行こう。そして彼らが今の記憶をとどめたまま何千年後かに出会えるようにしよう。そしてある朝、若い二人は一緒に姿を消した。後になってトッシンはイムホテプにこう告げた。若者は魚に姿を変えてナイルに放たれた。娘は鳥に姿を変えて空に羽ばたいていった。心配する必要はない。彼らはどんな環境にも適応し、何千年か経った後にやがては元の姿となって出会うだろうと。後でそれを知った王は嘆き悲しみ、この二人が空と陸のどちらからでも出会えるようにとイムホテプに何千年もの間そびえ立つ大きな目印を作るように命じた。それが永遠信仰のシンボルピラミッドの本当の意味ではないかと。まあこれは私の勝手な作り話ですが、古代エジプトの遺跡で描かれているシーマンの姿を見るたびにそんな空想が頭を巡ってしまうのです。聞くところによると、初めてピラミッドを作ったこのジョセル王の墓の後ろにはもう一つ同じ頃に作られた、まだ誰のものか判明しない未完成のピラミッドがあるそうです。もしかしたらこのピラミッドというのは容易には出会えない運命の人を見つけるために彼らが残してくれた永遠の待ち合わせ場所なのかもしれません。